ちゃくちゃちゃちゃん。どうも、アニミです。ガピョーン。今回は、カイミハウスで使えそうなもの、企画で使えそうなもの、5000円。100均ね、100均で。そうそうそう。100均で、カイミハウスで使えるものだったりとか、企画で使えるものだったりを買ってきてもらいましたね。はい、私も買ってきました。全部で15個ありますので、ぜひお手軽に見てください。お手軽まあね、金額はお手軽だからね。誰からいきますか？じゃあ私からいきましょうか。はい、お目かいいのばさんがいきまずですね、1個目、こちらでございます。A4 ワイドケース。おー、こちらはですね、あの普通 A4 サイズが入るんですけど、うん、それプラス A4 サイズの書類を、クリアファイルに入れたまま入れれるっていう、あ、20ね、ちょっと大きめなんかプレゼンの大会でもしてる今。新しいお家を借りたのですね、借りたのでですね、いろんな結構大切な書類などが出てくるわけですよ、なので、まあ、他用に、こちら買ってまいりました。素晴らしい、素晴らしいです。お次いきますね。はい、ちょっとですね、かぶってしまったんですけども、おお、音質時計。おっと、なるほど。はい、はい、なるほど。僕温度はね、正直ね、体感温度で別に何だっていいじゃないですか。はい。だから湿度がちょっとね、結構湿度に敏感な男なんで、ちょっと湿度知りたいなと思って買ってまいりました。ちなみに今が、60%、62% ぐらいですね。100%、本当に？うん。へー、それ今ちゃんと正しいやつ？もしかしたら頭の中だから。うん、でも 60% ぐらいありそうだけどね。100円だよこれ、すごくない？すごいです。でですね、こちらでございます。入れて運んでそのまま洗濯機へ、そのまま洗えるランドリーバー。便利、入れたらそのまま入れてさ、ピッてそのまま洗濯機ね、入れちゃえばいい話ですもんね。ママはマグネットクリップでそこ挟んで洗濯機にくっつけて。普通に欲しくなった今、主婦の力、うん、すごい。そうです。そして、もう一回そう、洗面所周りでこちらですね、立つゴミ袋。おー、立つゴミ袋20枚入り。え、洗面所周りで出るゴミってさ、なんだろう、綿棒とかコットンとかぐらいじゃん、だから大きいゴミ袋っていうかゴミ箱必要ないなと思って、このボンドさ置いとけばいいじゃんみたいな。便利いいじゃん。カレアンラストでございます。こちらも結構大変便利なものかなと思いまして、ドライヤー収納ラック。これのアイロンバージョン家にある。細くなってるやつ。そう、これなんかまあうまく引っ掛けてシポッてなってるけど、めっちゃいいじゃん。確かに、っていう5選でございました。あれだね、ガチで実用性高いものなんだね。いや、ちょっとあれちょっとなんか違う。他の猫の真面目さが出てきちゃった。あ、おい、来ちゃった。次。はい。いきます。どうぞ。どうぞ。はい、じゃん。収納のね、こういう箱がないなと思って買ったんですけど、こちら、なんと蓋付きです。なるほど。言うことなかった。結構伸ばしてる。蓋付きです。はい。すごい。あそこら辺に。うん。はい。いいね。まあすっぽりスティックだ。すっぽりスティックね。そう、かわいいの。ね、かわいい。なんとかわいい。おしゃれ。いいじゃないの。次、じゃじゃん。ね、あ、待って、100均いったんだよね。250と400円だけど。これは、タイ君に助走しても。バチゲーム。ボブなんだ。そう。ボクショートボブだから。しかも、ほんまにね。大丈夫、髪質綺麗になるから。今汚いんだよね。いや、つるてかになるから。つるてかに。次。みんな、なんて言うこのことを。絆創膏、カットワン、絆創膏、バンドエイド。サビオ。え？サビオ。え？サビオ。めっちゃ方言ね。サビオ？サビオ。サビオ？サビオ。サビオ。サビオ。がそういう方言に聞いたことある気がする。そういうドサンコの人が言ってた。ドサンコ見てる。そしてこれね、なんと60も入ってて、形が全部違うんです。すごい。L、M、SS、かっ
ク型。めっちゃいいじゃんそれ。クック型。でこれ100円？そう。素晴らしいじゃん。でも素晴らしいでしょ。誰かさんが靴ずれとかするし。誰かさんが靴ずれとかするし。そうそうそう。まあ、あと指切っちゃったりするし、あった方がいいかなと思って。まあ一応。一応。次。はいこちらドラン。おお便利なやつ。洗面台のねところにこれカイくんねコットンでやってるんですよ。よう見たね。うん。壁が傷つかないように。確かに。そうそうそう。突っ張り棒さ壁傷ついちゃうから、うん、コットンピピって置いてるの。でもそれだとねコットンがかわいそう。そんなコットンないよ。かわいそうだね。うん。そんな待ってごめん。すげえ。本当にねスルしちゃったね今。あった方がいいかなと思いまして。うん、素晴らしい。ね、厚み 2.2 メートル。2メートル。厚み 2.2 メートル。わあ、分厚いわ。厚み 2.2 メートル。もうなくなったわ。厚み 2.2 ミリメートル。埋まっちゃうよ。顔面。あ、壁面だ。突っ張り棒顔面ガード。あ、ちょっと突っ張り棒来るから。突っ張り。あーっていうやつね。じゃじゃん。うん。企画で。使えるかなと思って、うん、アイマスクもっちりフレンドもっちりフレンドって書いてある。なんか他にもお友達がいてもっちりしたね。そうそうじゃあね、うん、フレンドがいてちょっと一人にしちゃったんだけど、うん、やばいもっちりなんか寝るとき使えますとかじゃなくて企画で使えるかなってそうだよ鏡か YouTuber ちょっとフレンド集めなきゃね、かわいそうだね。そうだ、うん、そうだね、確かにね。はい、こんな感じで、はい、ありがとうございました。バランスいいね、なんかね、うんうん、お便利グッズもありつつね、なんかよくわからんやつもあったけど、うん、まあ、かいくんの助走企画お待ちください。じゃあ伊藤先生のなんかそう思ったらね、私ねなんかごめんなさいって気持ちにちょっとなっているかもしれない。まず一つ目そうよ確かにないね、今このようにね。確かにフォローないね。しかも、めっちゃ可愛いんだよ、見てハートだった。うーん、どういう可愛いでしょ。可愛い。さっくのさ、飲み物とかさ、なんかうわ、ストローないみたいになってた時とかさ、可愛いし、確かにね、意外と使える。ありがとう、ありがとう。あのね、次ね。あ、すごい。自分が簡単だ。せめて出してからにしてよ。大人の方々がコーヒーを飲むなって思って、のコーヒーフィルコーヒー、あコーヒーフィルターケース、そうをちょっとあったから買ってみたっていう。したらね、これにね磁石がついてた。便利だね。でくっついててびっくりした。そう、知らなかった。まあ冷蔵庫に貼ってね、スピード取れる、はい。そうです。うちのコーヒーコンテンシューさんじゃないですか。はい。よろしくお願いします。あ、かしこまりました。使わせていただきます。折り紙にも使えそうだけど。折り紙でね。そうそうそう。確かにね。折り紙。次がですね、南の M。あ、どうもなに。え、K&M は？まず K がなかったです。なんで、これじゃ何？これダブルじゃないの？これ何なの？沖縄？私のイメージは玄関の、うん、棚、あ、ポンって箱ポンって M だけ置いたはい、置物でした、うん、かわいいなって、うん、確かに。そう、次は自撮りにって書いてあったから、あと動画鑑賞にって書いてあったから、あとバッテリーの持ち運びマグネットステッカー、前に流行ったなんかくっつくスマホケースみたいな、うんうんうん、のくっつく役、それそれそれ、スマホに貼って、例えばなんかポンってね鏡に貼って使えるし、みたいなね。なんかさ、みんなさ、写真撮ったりするじゃん、うん、もしかしたらさ、手ない方がいい時もあるかもしれないから手ない自撮りじゃないの。そう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 。イメージしてたのは、ねーねとみみちゃんがこうやってねー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 って撮るそんなやってる、なんでですか撮るかなってそんなイメージ使ってほしい、なんでイメージ。ありがとうございます。待って、もうね、最後ね、明日やってきた、これね、重要なんで、絶対みんなね、これって思う、時計時計ないわ、この部屋でしょ、うん、この部屋時計ないなと思って、まあ確かに時計なかったらほっと計ないよね。で、いろいろ考えたんだよ、なんか
100円じゃないとダメなのかと思って、ちっちゃいのもうやべえね。なんかたまにちっちゃい、なんか早口でなんか言ってる間にでもね、気づいたぞ。ん、別売り。はい、電池別売りです。はい、動きません。5分前コード大事だから、みんなでもさ、テキパキ行こう。みんな携帯持って急にパッて見たくなったら、まず時計を見てください、うん、はい。違和感ないかったよね。時計ない、時計ないね。僕、時計とテレビない生活してる人間ってそんな気になる。だからそんなマイペースなの。マイセブタ、マイブタ、セブマイブタ、私のブタ以上、私の、あの、必要だなって思った5000でした。必要だって思ったんだよね、やっぱりねめちゃめちゃ必要だよな、こいつやっぱり ね。僕がちなみにキャンドゥで、2人はダイソーかな。うん、です、うんうん、ダイソー、ダイソーってことで、まあ、近場に100均がある方はちょっと本当にすげえ便利なね、靴が。そうです、モッチーフレンドとかね、集めてもらってあの、良ければインスタンストーリーモッチーフレンド集めたよってね、うん、あの、ヨキさん、メンションして、うん、メンションしてくれれば。ヨキさん、うん、